あとその前の晩に、横浜の真ん中から引っ越してきた。はあ、都会で引っ越してきた。そう二人。5人亡くなった。5人亡くなった。はい、じゃあ横浜空襲が確か8月か。5月24日。5月24日に。はい、ああ。横浜空襲は29日だから。29日ですよね。はい、ああ、そうなんです。こんなことあったんですか。はい、今あの岩山小学校からね、小戸小学校にかけてダーッと落としてったんですよ。はい、やっぱ B29 帰りにいらないから捨ててったんですよ。ああ、そういうことで、じゃあ他のところの空襲の帰りの帰り際に、平塚の空襲の帰り、あ、平塚の空襲の帰りですか。はい、はあ、じゃあまあいわゆるあの大東亜戦争の時のあの戦没者の方の供養塔ということですね。あのその他にね、はい、その中に2人だけね、ええ、あの満州事変、ああ、シナ事変というか満州事変というか、ええ、ああ、それも含めてノモンハン事件の、あ、ノモンハンが2人、ええ、ああ、で1人はね、ええ、1人のノモンハンはね、ええ、そのおじさんになるのがね、日露戦争で死んでるんですよ。ああ、そうなんですか。じゃあ日露戦争のやつはまた別のところに、なんかどっかで、ええ、なんかあの中根碑かなんかがあるみたいな。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。いやそういうのはあのこう知ってる方が だいぶなんか少なくなってるって聞いてたんで、なんか今の話すごくあの勉強になりました。ありがとうございます。あ、いえいえ、どうもありがとうございます。